いけてるぞ、いけてるぞ。ちょっと見てこれ。おお。はい、皆さんこんにちは、セイキン TV のセイキンです。今ね、ちょっと梅雨で天気が悪い日が多いんですけど、晴れた日なんかはかなり暑いです。まあ地域によると思うんですけど、東京はまあ暑いですね。でこれから梅雨が終わるとやってくるのが夏、サマー。サマーといえば、やっぱり食べたいものはあれですね。そう、かき氷です。濃厚なソフトクリームもまあもちろん美味しいんですけど、やっぱりものすごい暑い日なんかは濃厚なアイスよりもかき氷、そう、かき氷の方がやっぱりさっぱりこう食べれますよね。ということで今日はこちら、じゃじゃん、電動かき氷機わたゆき。はい、ということで新たにかき氷機買いました。でこちらね、かき氷機といっても普通のかき氷機ではありません。電動かき氷機わたゆき。氷を温めて最適な温度で削るヒーター機能搭載、かき氷屋さんのようなふわっととろけるかき氷、いろいろついてます。はい、こちらなんか非常に良さそうだったんで買ってみました。あの箱に書いてある通りなんですけど、まあ、皆さんがよく食べるようなあのザクザクシャリシャリのかき氷ではなくて、ふわっふわの雪のようなかき氷が作れるマシンです。でどうしてそのふわふわのかき氷作れるかっていうと、この氷を温めて最適な温度で削るっていうヒーター機能搭載っていうことなんですよね。かき氷なのに氷を温めて作るっていう、これ新しいこの発想。あのここに書いてあるんですけど、冷凍庫から出したばかりの冷たい氷は温度が低すぎ、かき氷を削る理想的な氷とは言えません。なるほどね。だから冷たすぎるとザクザクになっちゃうってことですよね。それがちょっと温度が上がってっていう状態で削ることでふわっとなるわけなんだ。いやーすごい発想ですよね。もうちょっと一歩間違ったらドロドロに溶けちゃいますからね、氷だから。果たして本当にこうふわふわのかき氷ができるのかどうかっていうのを、今日やってみたいっていうのと、それだけじゃ面白くないから、いや面白いって面白いと思うんですけど、皆さんご存知ガリガリ君ありますよね。でガリガリ君といえば、まあガリガリ君っていうぐらいだからガリガリしてるじゃないですか。こうふわふわではないですよね。そのガリガリ君を今日一度溶かして液体にして、その後もう一度固めてこのマシンで削ったらふわふわくんになるんじゃないかっていうことで、ちょっとやってみたいと思います。もしも成功したら新しい商品ができてしまいます。ガリガリくんのふわふわくん食べたことある人いないですよね。ということで開けてみよう。さあどんな感じ。あー、まずはあこの製氷のトレイが入ってますね。これが2つも入ってんだ、ありがたい。おーおー、なるほどね。あー回んのこれ、これが土台か。意外と縦長。他の中身としましては、まあこういう説明書とか、あとレシピ集が入ってますね。だが今回レシピ集には頼んないんですね。なんだってふわふわくんだから。これ何も説明されないでこれ何ですかって聞かれたら、かき氷機かどうかはちょっと分かんないかもしれないですね、ってぐらいスタイリッシュ。このかっこいい銀のとこ回すと、これ中見ててください。中がほら上がってきますね。これの調節か。この辺りにヒーター機能がついてるっぽいですね。ヒーター機能、それからここになんか回すやつがついてるんですけど、これがね、刃の高さ調節機能。刃の高さ調節機能ってことは分厚さを変えられるってことですよね。で氷作る時って多分このサイズで作った方がいいっていうことだと思うんで、まあ一つはね普通の水で氷を作って、でもう一つをガリガリ君。はい、ということで製氷トレイ一つ目は普通のお水です。今お水入れてきました。で一つはもうこれで蓋して凍らせるだけです。ガリガリ君ということで、このガリガリ君を、はい、このちょっと大きめのボウルの中に一度溶かします。ガリガリ君って美味しいよね。このままこうこのボウルの中に入れていきます。でこれ溶けるの待ちます。はい、ということでガリガリ君見事に溶けました。でこれちょっと棒を取って、いやっと、あちなみに当たってないかな、当たってないかな、当たってないようですね。こちらの容器に移します。いやっと、でこれでね冷凍庫でもう一度固めます。はぁ、ということであれから一晩が経過いたしました。氷もできたのでこれから作っていきたいと思います。まずは普通の氷で作ってみて、こいつがどのぐらいの実力かってことを試してみたいと思います。で普通のかき氷もちろん味がついてないので、今回シロップと練乳ですね、
これをかけて食べたいと思います。これポンちゃんに頼んで買ってきてもらったんですけど、シロップはいちご味のシロップで、練乳、まあコンデンスミルクなんですけど、めっちゃでかいんだよねこれこんなでかいのどこで買ったのかなっていうぐらいのやつ買ってきたんですけどもっと小さいやつでも大丈夫だったんだけど、うん、さすがポンちゃんということで、よし、氷が溶けてきちゃうんでやりましょう。よし、それではやっていきます。まずはね、これですね。これに、氷を、うおーちゃい、気温が高いんで、もう氷がすぐ溶けてきちゃうんですよね。よし、じゃあ氷セットして、で、これロックかけます。 OK で、容器を下にセットして、そしたらこの上の銀の部分をくるくる回すと、はい、ここですね、ここ下がってきてます。ここを下までくっつけて準備完了。あとは一番上の部分に電源スイッチがあるので、これを押せばもう電動で削れると思います。それでは削ってみます。あ、スイッチーファイヤー、おー、あれ全然出てこないな。もう一度、あれ、ちょっと歯を微調整します。もう少し歯を食い込ませて、これでどうかな。もう一度、せーの、ファイヤー。お、来たんじゃない、いきますよ、いけそう、いけそう。おお、今度は歯が食い込みすぎな気がする。これ微調整が難しいな。ふわふわになんないぞこれでは。ほいっ、あー、こんな感じ。ちょっと待って、むずいんですけどこれ。おーおー、こんな感じで。おー、でもすごい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 、おーおー、なるほど。よし、できました。はい、いかがでしょうか。なかなか縁でないですかこれ。いちご、シロップをたっぷりかけて、たっぷりかけたら柔らかいけど結構沈んできた。そしてポンちゃんの買ってきたこのでかいコンデンスミルクをたっぷりかけて、あー、いい、オッケー。てか美味しそうだな。おい、それでは溶けないうちにいただきます。おお、すごい、ちゃんとかき氷になってる。冷てぇけど、うまっ！めちゃめちゃ美味しいですね、これは。ちょっと待って。うまっ！写真に出てるほどふわふわかって言われると、そこまでふわふわではないですね。っていうのは、まぁ、ちょっとしたことだと思うんですけど、ヒーター機能使ってないからかな、やっぱり。ヒーター機能使ってないから。ええやって話なんですけど、いや、今氷結構溶けてきてたから、もうヒーターはつかない方がいいんじゃないかと思ったんですけど、そうするとやっぱりふわふわとはいかなかったですね。 OK、 まあこれは練習みたいなもんです。わかりました。次のガリガリ君を成功させます。なんとしてもガリガリ君をふわふわ君に変えてみたいと思います。そのためには次はヒーター機能を使いたいと思うんで、先にヒーター機能を準備してからガリガリ君を冷凍庫から出そう。これ大事。それではヒーター起動します。で、どこがヒーターかっていうと、ここですね。この部分があったかくなるみたいです。一旦これセットして、電動のスイッチを押して、このスパイクを一番下まで一度下ろします。用意スタート。で、降りたらこのダイヤルで一度これを戻します。スパイクを戻してやって、もう一度電源スイッチを押す。で、戻すっていうのを5回繰り返すみたいです。こんなんでいいんでしょうか。ちょっと一回外して温度触ってみましょうか。どんな感じ。あ、あったかくなってる。触れないことはないんですけど、ずっと触ってると、あ、ちょっと熱いなっていうぐらい、結構あったかくなってます。 OK、 ではガリガリ君に参る。さあ、こちらがガリガリ君だ。どうなってるかな。ほい、おー、いい感じですね。今これ冷凍庫から出したばっかりなので、まだかなり固まってる状態です。ただあんまりゆっくりしてるとすぐ溶けてきちゃうので、これをこっちに入れたいんだけど、固まってんなこれ。オッケー！おー、これガリガリ君5個分だからね。よし、それですかさずガリガリ君をセット。スパイクを下げる。器セット完了。歴史的瞬間です。これからガリガリ君が、ふわふわ君へ変化します。スタート！
おお、どうなんだどうなんだ。これでは歯がちょっと足りてないので、もう少し回します。さあ、いけ。さあ、来ました来ました。ガリガリ君が落ちてきた。ガリガリ君がふわふわ君へ変化していくぞ。おお、ちょっと見てこれ。おお、微調整微調整、山盛り山盛り。よっしゃ、オッケー。さあ、いいんじゃないのこれ。よーし、取り出します。おお、これぞふわふわくん。見た目だけでわかるけど、すごいふわふわしてるから。よし、それではいただきます。さあ、これもスプーンいらないね。このままいきましょう。おお、これはすごい。間違いなくここに宣言したいと思います。ふわふわくんです。めちゃめちゃふわふわ。何これ、すごい。この質感伝わりますでしょうか。この雪のような、これほら雪だもん、完全に新潟の雪に近いぐらいな感じあるね。これ北海道のね、パウダースノーまではなかなかちょっと行かないんですけれども、2月3月頃の雪だよねこれ。雪国の人ならわかるはず。このふわふわ感、いやー、やるね君、すごいじゃないの。やっぱりヒーター機能すごいですね。氷はあんまり溶けてない状態で準備すること、プラスヒーターはつける。さらに歯は一番細かい状態からスタートしてって、ちょっとスイッチ押して削っていく。なんかいまいち削れないなと思ったら、少しずつ微調整して歯をこう粗くしていく。そうするとガリッとくるところがあるんで、そこでマッチング。そうすると雪の誕生。いや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 、これすごいよ。やっぱりガリガリ君って美味しいですね。でガリガリ君の新しい食感が楽しめる、この機械も素晴らしい。いやー、嬉しいなこれ成功して。ただガリガリ君5個分だから結構多いね。まあちょっとこの後ゆっくり食べたいと思います。いやー、しかし成功してよかったです。ガリガリ君はふわふわ君になります。以上、セイキン TV でした。またお会いしましょう。 See you next time。